9。皆さんこんばんは。私ね、ちょっといろいろと事情があって顔が出せないもんですから、こんな形での出演になってて申し訳ないんですけれども、動画のタイトルにあります通り、留年が決まった皆さんへということで、私ですね、10年前に、留年、してですね、大変な思いをしたものなんですけれども、ちょっと体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず第一にですね、お疲れ様ということ、これは言いたいですね。留年したっていうのはもう悪いことなんです。はい。で、それは留年された方がもう分かってると思うんですよね。もう 100% 分かってる。分かりまくり、分かりまくりスティですね。そんな状況なんで、で、周りにね、何言われるまでもなく分かってるんですよ。もう、てめえがね、遊んじまったとか、バイトに興じちまったとか、いろいろあるんで、まあいいです。もう置いときましょう。で、とにかくお疲れ。はい。まず、ここです。で、2番目なんですけど、親には早く言え。これ大事。はい。非常に大事。社会人になればわかりますけど、悪い報告ほど早くしなきゃいけない。でないとですね、どんどん偉いことになってちゃうんで、まあ、とにかく、もう今辛いです。辛いのは重々承知。もう俺よく、あ、俺じゃない。私よくわかってます。存じ上げておりますけれども、親とか、まあ、関係者には早めに言いましょう。ついでに友達にも言ってください。はい。先輩よろしくみたいな感じの気楽な感じでいいんで、言いましょう。とにかく隠し事しない。早く言え。これが2番目です。で、3番目なんですけど、そもそもなんで留年したかなんてのはね、分かってるんです。本人絶対分かってる。で、ここで何がポイントになるかっていうと、留年しました。じゃあ、真面目になります。またね、ちゃんと学校戻って、来年4月から真面目になりますって、できんのか、お前とは、あなたってことなんですよ。まあ、私のね、場合に、何切れてんだよ。なんか切れてる。戻りました。これね、ちょっと調子が悪いんですよね。はい。調子が悪くてなんか変なものが入っちゃったんですけども。まあ、気にせずやりたいと思いますけど、3番目ね。そうそうそう。もうちょっと仕切り直しますけど。一回留年したってケチついてるわけです。で、留年した理由も本人は分かってる。で、そういう中で戻ってね、元通り、元さやでいけんのかってことです。で、私の周りにも実は留年経験者結構いっぱいいたんですね。で、まあ、具体的な例を言いますと、一人、すごく一緒に、その後、退学届を出しに行ったっていう、まあ、友達いるんですけど、向こうが勝手に喧嘩をかけてきて、喧嘩別れしちゃってるっていう子が一人ね、いるんですけど、そいつすげえんですよ。もう一回ね、別の大学、退学した後に入り直して、今医者やってるっていうね、変態的な、頭いいやつが約1名いるんですね。中学高校って麻布、っていう、超有名なところ、なんで俺の友達だったんだろうってね。まあ、それ喧嘩別れもするよってもんなんですけど。まあ、それぞれ、ちょっと例外として。そのまま辞めてくパターンと、戻るパターンと、もう本当に、ゴブゴブ、ゴブゴブ、50-50、会場の皆さんに聞いて、50-50。ごめんなさいね。意味わかんなくて。まあ、そんな感じです。なので、あなた自身が、どっちなのかと。これで、この一件で心を入れ替えて、学校戻って、ちゃんと卒業を目指すっていうんだったら、本当にここで切り替えないとまずいっすよ。マジで。マジで。なんですけど、もう半分は私みたいなね、結局、そこの水に合ってなかったっていう人もいっぱいいるんですね。
で、そういう人の場合、そこでもう人生仕切り直した方がいいんじゃないかって私は思うんです。で、実際問題、私、一応ちゃんと学校戻ったんですね。で、お恥ずかしながら1年生でいきなり留年して、で、1年生2回目はちゃんと、まあ、ちゃんとでもねえか、あ、ないか、行ったんですけど、すぐまたね、ダメになっちゃったんです。で、だから、1年生、1年生、2年生になって、もう、ほぼほぼ辞めちゃったみたいな、そういう感じだったんですね。だったら、もう最初の留年の時点で、辞めときゃよかったっていうふうにね、思う部分もなくはないです。まあ、なくはね、ないんで、このね、留年っていうのを、あなたの今の人生を考える契機にしてみたらどうかなってね、私、思うんですよ。まあ、そんなわけで、まあ、3つ、3箇条ですね、申し上げましたけれども、1つは、まずお疲れ。もう辛いのは重々承知。周りに何を言われようと、とりあえず今はお休みください。もう、気晴らししましょう。ね。で、2番目は、親とか関係者に早く言え。もし言ってないんだったらね。絶対早く言えよ。マジで。はい。トラブルからね。で、3番目は、人生考え直せ。戻るなら戻る。戻んないなら戻んないで。これいい機会なんで、考え直した方がいいんじゃないかなと思います。大学なんかの場合にはね、まあ、もう留年を機に1年じゃ休学でもして、海外にね、ちょっと逃亡するとか、バイトに打ち込んじゃうとか、まあ、なんかそういうリセットの仕方もあると思うんです。まあ、正直もう今ね、就職も買い手市場、あ、じゃねえや、逆だ。売り手市場だし、な、焦んなくてもね、まあ、どうにか、私みたいなね、しっちゃかめっちゃかの人生にならずに済むと思うんで、ここまでね、ちょっと本当切り替えて考えてみたらいいんじゃないかなと思いますね。はい。一応ちょっと留年した皆さんへって言ってますけど、基本的にはこれ大学とか、まあ、短大は僕知りませんか、僕じゃない、私知りませんけど、の例っていうことで言ってるんで、高校でダブったっていうのの例になるかどうかちょっとわかんないんですけど、はい。まあ、そんなわけでね、親は大切にしろよ。